はい、これで AR 王子です。で、1P の1キーを押したらゲームがスタートします。で、まずゲームの、仕組み、アップデートスタートしようか。やってみればわかります。マジか。まあ、とりあえずロボットを再現します。ロボットは実機でビームがバーチャルでプロジェクトが出ます。じゃあ土屋さん LED で場所取り、プレイヤーの識別もし、そこに上昇表示するとなってます。で、まあ、そこのコントローラーでいろいろ操作できるんですけど、はい、じゃあ攻撃してみてください。ちょっと操作に遅延があるので、あんまうまくいかない。操作が難しいんですけど、どうだろう。攻撃1ボタンでこういうような単発のマシンガンみたいな。で、2ボタンで、今自分青を操作してるんですが、この青のサークルが緑にかかってますよね。それを映すことによってこいつを録音できるんですよ。録音したらこの2ボタンで誘導するようになります。このミサイルが出て、あと3ボタンではこのようなボムみたいな感じが、ボムがこういう風に出て誘導するようになります。で、あと4ボタンでこのようなボムが出て相手にダメージを与えます。はい、で、死ぬとこういうようなエフェクトも大切にしました。で、とりあえず1回ゲーム終了させようか。じゃあこいつを殺すか。こっち向けて撃ちまくる。もう一つ目玉としてですね、のっぴりなフェイルだとつまらないので障害物でフィールド作ることになります。こんなこれエアキネクトの箱なんですけど、で障害物を置いてやるとですね、フィールドになるんですよ。まあちょっとあんま多いと邪魔なんで、こんぐらい1個だけで。で、あとこれ3人対戦ですよね。で、今2人しかいないので、ちょっと表情豊かな糸谷さんに助っ人をお願いしようかなと。では実際に対戦してみます。障害物に打ったら消えるんですか。ちゃんと弾が消えるようになります。俺死んでない。おい あ、やばい、障害物が邪魔だ。で、この死んだ後の時期も障害物になるんで。マジか。死ね緑。ちなみにフィールドから出ると死にます。フィールドから出ない、出ないように頑張ってください。はい、これでレッドの勝利です。マジか。僕が射殺を動かしたんだ。レッドどっち。レッド僕だ。おお。まあ、はい、じゃあまあ以上で発表を。じゃあ最後に糸谷さんから一言お願いします。なんか急に戻っちゃってすみません。楽しかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ以上で発表終わります。ありがとうございます。